皆さんこんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金輪美穂です。いかがお過ごしでしたか？皆さんはもう絶対食べ過ぎないと決めたはずなのに、ついつい誘惑に負けてまた食べ過ぎちゃった、こんな経験がありませんか？やらなくちゃと思っているのに、つい後回しにしてしまったり、やめなくてはと思ってるのにやってしまう、こういうことって誰でもありますよね。今日は誘惑に負けないでセルフコントロールができる自分になる秘訣を考えてみたいと思います。スタンフォードの心理学者ウォルター・ミッシェルが行った有名なマシュマロ実験を皆さんはご存知でしょうか？マシュマロ実験というのは、子どもたちの目の前に大好きなマシュマロを1個だけ置いて、15分食べるのを我慢したらもう1個あげるよと伝えて部屋を出るんです。一人になった後、子どもたちが誘惑にどうやって対処するかを観察する実験なんです。今すぐ食べちゃうとマシュマロは1個だけ、でも15分頑張れば2個食べられる、そんな大好きなマシュマロを今すぐ食べたいという誘惑と、子どもたちが必死に戦う姿がすっごく可愛いんです。子どもたちはなんとか15分頑張ろうとします。ある子はマシュマロを手に取って匂いだけ嗅いでまたテーブルに戻すんです。別の子はぎゅっと目をつぶって、さらにその上から手で目を覆ってマシュマロが見えないようにします。15分間頑張れた子は全体の3分の1だったそうです。でも誘惑に負けてしまった子と負けなかった子の違いって何だったんでしょうか？皆さんは時間割引率という言葉をお聞きになったことがありますか？時間割引率というのは、同じものをもらう時でも今すぐもらう方が価値があると私たちが感じてしまうことを言うんです。つまり同じものでも先の話になると価値が割引するように人間は感じるということなんです。例えば、今すぐ1万円をもらうか、1ヶ月後に1万100円をもらうのか、どちらかを選ぶとしたら、皆さんはどちらを選ぶでしょうか？今すぐだったら1万円、1ヶ月後だったら100円アップして1万100円です。この場合、ほとんどの人は100円損だけど、今すぐ1万円の方を選ぶそうです。皆さんはどうですか？でも1ヶ月に100円の利子と考えたら、預金なら 12% の利息ということになります。今の時代、もし 12% の利子の貯金があったら人が殺到するんじゃないでしょうか？でも100円減ると分かっていても、今すぐの方が価値があるように感じてしまうんです。でも6ヶ月後に1万円もらうか、7ヶ月後に1万100円をもらうかと聞かれたらどうするでしょう？こんな風にもらえるのがちょっと先の話になると、みんな途端に誘惑に強くなって、どっちにしても半年待つんだから1万100円を選ぼうという人が増えるんです。つまり誘惑にあったら、なんだかんだと先延ばしにすることが誘惑に勝利する秘訣のようです。マシュマロ実験の子どもたちの映像を分析してみると、こんなことが分かりました。一人になった部屋でマシュマロに触ったり、匂いを嗅いだり、じーっと見たりして、マシュマロから目をそらさなかった子たちは、誘惑に負けて食べてしまった子が多かったというんです。それに対して、誘惑に負けなかった子たちというのは、後ろを向いたり、
目をそらして、視界にマシュマロが入らないようにした子たちだというんです。さらに2018年に再実験したテイラー・ワッツたちによれば、誘惑に勝てるかどうかはその子の生まれ持った性格というよりは育った家庭の環境が大きく影響していると発表しました。つまり誘惑に負けない自分になるためには精神力以上にそうしやすい環境を作るということが有効だということなんです。例えば食べ過ぎが問題だったら、見えないところにその食べ物を片付けてしまったり、またその食べ物を食べるためには奥の方から出してきたり、箱をいくつも開けないといけなかったり、外に買い物まで行かなくてはいけないという面倒な段階をいくつも作ってみる。逆に習慣にしたいものに対しては、目につくところ、すぐ気がつくところにいつも置いておいて、気がついたらすぐ手に取れる状態にする。そんな環境を作っていくと、誘惑に負けずにやるべきことができる自分になれるということなんです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では。